3つ目こちらです。じゃん、じゃん、笑顔のための手助けがしたい、はい、ということなんですけれども、はい、まあこういうふうにお店をやってますと、うん、まあ、いろんなお客様いらっしゃると思うんですね。で先ほどもいろいろ、まあ、撮影に入る前に伺いますと、まずこちらプラッといらした方に、うん、まあどういうふうな気持ち、まあ、ちょっとカウンセリングみたいなところからやっぱり入るんですかね。そうですね、まあ、何を目的にまず来てくださってるか、単純にみんなつけてます、うん、流行ってるからつけたいですっていう方もいらっしゃるし、うん、はい、本当に人生を変えたいっていう方も、うん、いらっしゃるので、うん、まあ、何を目的でいらっしゃったのか、うん、パワーストーンって何なのかを知りたいだけの方もいらっしゃいますし、うん、別に買うつもりはないんだけど、石ってどうなのっていらっしゃる方も本当にいらっしゃいますし、私金運上げたいんですけど金運にいいパワーストーンくださいみたいな、ね、はい、いらっしゃいますね。で、まあ、そういう場合は、まあ、はい、まず落ち着きましょうと、うん、まず落ち着きましょう、金運金運金運って言ったら落ち着きましょうって言われる。まず落ち着きましょう、はい、で、まあ、石は先ほどもお話しましたけど生きてますので、はい、うん、個体によってエネルギーが全然違うんですよね。 なるほど、うん、なので、まあ、金運といってももう何十種類もありますので、うん、じゃあその何十種類の金運の中からどれをつければいいの、うん、まあ、巷ではやっぱり安い金運の石が出回ってますけど、うん、そうじゃない、そうじゃない方が合う場合もその方によってはありますので、うん、その人によって違うんですか。違いますね、性格によって全然違いますので、あれ風水的に例えば黄色だったら黄色とか違います、ね、でもないないですね、状況によっても違いますし、うん、性格によっても合う合わないはありますので、本当にストレートにはっきり物を言う方は結構こういう水晶系列が合うんですけど、なかなかうまく自分の性格表に出せないなとか、ちょっと流されやすいなっていう方は、うん、アゲートってご存知ですかね、皆さん、目のがあるんですけど、うん、ああいう石とかがすごく合いますので、それによってもそれぞれに水晶系列の金運もありますし、うん、アゲート系列、目の系列の金運もありますので、うん、それはこうどちら性格がどういう方なのかによってこちらがいいですよっておすすめもしますし、うん、私金運足りないで金運つけさせてくださいっていらっしゃるんですけど、うん、運はたくさん周りに金運は落ちてるのにそれをつかみ取れてない方がものすごく多くて、でそれがまあその方自身は分からなくても意思を見たりとかカウンセリングをしていくと、その方の社交性が足りなかった、コミュニケーション力が足りなかったりとか、交渉能力が足りなかったりとか、決断力が弱かったりとかして、近くにある金運をつかめないでチャンスを逃してしまってる方がいらっしゃるので、はい、それも来て、うん、お話し、うん、しながらこう石を見ていただくとすぐに分かりますの で、うん、なるほど、で純粋に金運だけ足りないっていう方は、私も5年になもう5もうちょっとで5年になりますけど、数えるほどしかいないんですね。3人か4人ぐらいしかいなかったので、それ以外はもう本当にそれ以外 の、うん、力不足で金運がただないっていうだけですので、金運、まあ、気持ち的には金運の石も入れたいんでしょうけど、うん、それ以外の石を提案することの方が多いです、いやそれで言うと本当カウンセリングが大事なんですね。なんか自分が例えば金運、人気運なとかって言ってこうちょっとネットでパッパッとね、うんうんうん、好きな色でこれ可愛いかなって言ってやるんじゃなくて、はい、本当に自分が足りないものとか自分が行きたい方向性とか、うん、時期とかそういうものをちゃんとカウンセリングして、ね、はい、自分に一番合う石を、そうです、うん、でそのしかもその瞬間にベストなものをつけてあげるのが大事なんですよね。なんかその瞬間ベストなものをつけて、うん、でまた半年後とか1年後とか状況が変わったらまたその時にちょっとだけ変えてまたベストな状態って言って、うん、もうオーダーのスーツと一緒ですよね。ちょっとでもサイズが変わったらそれに合わせてあげるのと一緒で、うん、その状況が変わって、うん、まあ、違う人との縁がついたんだったらじゃあそっちの方向に行くような意思をプラスしたりとかして、うん、今やってるやつにもう一つこのパワーを足したいんですけどって言ったら、要するに縛り直しみたいにしてもらえる、はい、そうですね、まあ、縛り直ししたりデザインしたりして、リメイクっていうこともしてますので、でリメイクを常々しながらこう人生を歩んでってくださってる方の方が、こううまくいく方が多いですね。そういうもんなんですかパワーストーンって、はい、1個作ればいいってものではないですね。常々こうメンテナンスしながら、石の状況を見ながら、うん、自分の状態を話しながら、うん、やミユクを使っていただけるといいかなと、うん、生き物ですからね皆さん、はい、パワーが宿ってるんですよなるほど。いやでもあれですね、美和さんの話を伺ってますと、その東京時代もね、司法試験を受けたりとか、うん、そういうなんていうかそういうマインドがあるんだなって、うん、パワーストーン屋さんだから、まあ、アクセサリーショップとは別物だっていうのは分かるんですよ、うん、だけどやっぱりそこに働かれてる方っていうのはやっぱりそういう根っこの部分がね、うん、マインドがあるんだなっていうふうに今日すごく感じました、うん、そうですね、うん、やはり
人生を果敢にもう本当に幸せに生きてる、もう何でも僕思い通りになりますっていう人はどちらかというとパワーストーンの世界にはなかなか、うん、入っていらっしゃらなくて、どっちかっていうとこうなんかうまくいかなかったりとか、はい、泣くことが多かったりとか、うん、する方とか、うん、ちょっと人生に瞑想、ね、しちゃってるような、うん、ちょっと背中一押し、ね、迷い道に入ってる子たちは本当に多いですよね、うん、はい、でそういう方が、まあ、勇気を振り絞って、うん、一歩前に踏み出したいんだけど、はい、その頑張るための、うん、それこそお守りではないですけど、うん、として求めていらっしゃる方は多いです、うん、もう何とかしたい、現状何とかしたい、うん、でも自分一人じゃっていう方はすごく多いですね、はい、そうですね、うん、そういう悩みを抱えている方たちが笑顔になるための手助けがしたいと、やっぱりきっとパワーストーンを今こういうふうにお店で、うん、事業にされていらっしゃいますけれども、その先にやっぱりこれかなって、うん、そうですね、うん、それはもう私の人生の根底にこれがあるので、はい、基本的にみんなには笑っていてほしいと、うん、常にどんなことをしててもどんな状況にあっても、うん、笑いがある人生でないと生まれてきた意味がないと私は思ってますので、うんうん、そのために何ができるのかなっていうふうなこの何十年間があって、うん、はい、で今はたまたまパワーストーンっていうその生き物をアイテムとして誰かの、うん、幸せを願っていますが、はい、やはりもっともっと人を増やし笑顔の人を増やしたいなと思いますよね、うん、本当にこう、はい、うまくいってない方とか煮え切らない思いをしている方がいっぱいいらっしゃるので、うんうん、その方を笑顔にしたいなと思いますし、うん、笑顔にしたいです、笑顔の手助けですよね、手助けその人を幸せにするのはその方でしかないので、うんうんうん、私がそれのサポートができればいいなと思います。だから、うん、もちろんパワーストーンもオーダーメイドでお作りしますし、はい、でそれで足りなければカウンセリングもしますし、なんとかしてその方が毎日笑えるようになってもらえたらなと、うんうん、もうそれしか考えてないですね。いろんな人に会ってるから。今まで何人ぐらい見ました、カウンセリングしましたか。カウンセリングっていうか、まあ、オーダーの時のカウンセリングも含めて、はいはい、随分しましたね、はい、もう多分ブレスレット自体で4000個ぐらいも、うん、作ってるので、人としては2500ぐらいですかね、か、まあ、3000弱ぐらいだと思いますね。すごいですね、はい、やっぱりこう私もそうですけど、今ちょうど800を超えたぐらい札幌人とか、だんだんこう数やっていくことで感じる受け取るものっていうか、こっちも力がついてくるっていうか、うん、そうですね、そうなりますよね、はい、統計は取れてくるので、やはりこういう状況の時にはこうだなっていう方もいらっしゃるし、あと同じ悩みを抱えていても解決の仕方も全然違いますし、はい、うん、ただやはり最終的にこう入ってこられた時よりも帰って行かれる時に、うん、頑張ろうって思ってほしいですし、で頑張れなくてまたいらっしゃるのは全然、うん、その後私はまた元気をお渡ししますので、はい、よしまたって頑張ろうって思ってくださればいいなと思いますね、うん、ここを通じてなんか元気をもっともっと発信でしていけたらなと思います。美和さんのスパッとしたお話の仕方が私すごく優しさを感じますさっぱりするしいやいいと思います。はっきり言いすぎるんですよね。いやいやいいと思います。強い、逆に救われる人がたくさんいらっしゃるだろうなってね、うん、なんかこう想像しながらお話を伺っておりましたけれども、こんなパワーストーンのお店が、はい、ちょうど近代美術館のすぐ並びにありますので、うん、ぜひお気軽にお立ち寄りいただければと思います、はい、今持ってる石のお手入れの仕方も私ね覚えておいた方がいいと思うの、うんうんうん、ね、せっかくいいものをお持ちだったらそれをこう本当に仲良くお付き合いできるために。そうですね、生き物ですからね、はい、そういうのもこちらで教えていただけるということですので、うん、ぜひ気軽にショップの方に遊びにいらしてください、はい、今日のゲストは有限会社雪桜代表取締役尾形美和さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。